しかった？ん？あら、まなみは楽しくなかったの？最後以外は楽しかったかな。まあ最後のには私も少し驚いちゃったしね。驚いたって、ナオリちゃんは怖くなかったの？え？私、ああいうのに初めて遭遇したんだけど。やっぱりお家が神社だと、ああいうのも日常茶飯事なのかな。ちょっとマナミ、何言ってるのよ。え？さっきのあれ、多分怪奇現象の類じゃないわよ。なんてもんがそうポコポコ転がってるわけないのよ。それを言うなら、幽霊の正体見たり枯れ尾花じゃないの？あんだけ真面目に言っててジョークも何もないわよ。ね、正体が分かってしまえば怖くないでしょ。うん、そっか、先生か用務員さんか。実はね、私さっきまで今夜一人で眠れるかなって心配してたの。さっきのが本当に怖かったから。もう笑い事じゃなかったんだから。これで今夜はぐっすりね。うん。それじゃあ、送ってくれてありがとう。また明日、学校でね。うん。それじゃあ二人とも、おやすみなさい。
あ私たちも帰ろっか。そういえば足の具合はどうなの？本当？そう。あんまり無茶すんじゃないわよ。本当に分かってるのかしら。何？あんた今日部活に出たの？怪我した時こそ休むべきなんじゃないの？どうせ普段からサボってばかりいるんだから。まあ部活出るにしろ出ないにしろ、くれぐれも無茶だけはしないようにね。本当に分かってんのかしら。はあ、あんたは朝来て最初にするのがあくびなの？ちょっと、私にはないの？たく。相変わらず仲いいね。みやこちゃん。おはよう、みやこ。昨日は楽しかったね。またさ、ああいうのやろうね。何言ってるのよ、みやこ。昨日はあんたのおかげで散々だったじゃない。楽しかったのはお前だけだろ。アサエ、おはよう。よ。なんでよ、サエ。楽しんだじゃない、あんなに。何言ってんだ、あたいはちっとも楽しくなかったぞ。もうあんなこと二度とやらねえからな、あたいは。何をやらないの？
みちる先生。おはよう、みんな。で、田中さん、何をやらないの？え？あ、その…先生に言えないこと？そういうわけじゃ…じゃあ何なの？これは田中さんに聞くより…逃げようとしてもダメよ、みやこちゃん。聞く。あなたに聞いた方が良さそうね。ゆうべは学校に忍び込んで何をしていたの？これ。もう、ダメよ。学校に忍び込むときはもっと静かにしなきゃ。はい。もう少し静かにしてくれていれば先生も見逃してあげることができたのに。あなたたちってば、学校に忍び込んでくるなり、あっちでキャーキャー、こっちでワーワー騒ぎまくるんですもの。あれじゃあさすがに目をつぶってあげられる許容範囲を超えてるわね。じゃあ昨日の宿直って先生だったんですか？イエス。ほっとくわけにもいかなかったからね。一応注意しようとしたのよ。なのにあなたたちったら大きな悲鳴あげて逃げていくんですもの。先生悲しかったわ。じゃあ昨日の光の正体はみちる先生。まあ過ぎてしまったことは仕方ないものね。でも一応注意だけはしておくわよ。とりあえず、明日までに後で渡すプリントをやってきてね。じゃあみんな、そういうことだから、忘れないでちゃんとやってきてね。やめなさいよ。
りは黙ってろ。こいつには一言言ってやらないと気が済まないんだ。何よ、私一人が悪いっていうの。もういい加減にしなさいよ。マナミを狙ってるって本当か？まあな。お前さ、あれだけ女はべらせといてまだ足んねえの？失礼なやつだな。俺がいつ女をはべらせたって言うんだ？いつも周りにたくさんいるじゃん。あれはあいつらが勝手に寄ってきてるだけだ。ムカつくやつだな。ああ、一度でいいから俺も言ってみたいね、そういうセリフ。なあ、それなら一人でいいからこっちにも回せよ。相手が承知すればな。ムカつくやつだな。それにしてもさ、珍しいじゃん、お前から女に声をかけるなんて。どこが気に入ったんだよ。そうだな、可愛いじゃないか彼女。まあそうかな。でもさ、ほら、お前の追っかけの1年の女の子、ノエミちゃんって言ったっけか。彼女だって可愛いって言うだけならそうなんじゃないか。あいつの話はやめてくれないか。まあ、どこがどうとは言えないんだが、とりあえず気に入ったんだよ。そっか、本気なんだな。一応な。そんなことより、そろそろ学食に行かないか。おう、そうだな。
何こんなところでボケっと突っ立ってるのよ。もうお昼は食べたの？どうかしたの？あ、ちょっと待ちなさいよ。お疲れ様。みたいね。感心感心。あんたがサボってないか様子見に来たのよ。私はジュースの差し入れ。ねえ、足の方は大丈夫なの？ちゃんと直してからの方が良かったんじゃ。でも、無理はしちゃダメだよ。キャー！先輩！頑張ってください！おお、素敵！何あれ？先輩って、もしかしてあなたのファン？どういう風の吹き回しかしら。ため息なんかついちゃって。え？あ、ううん、なんでもないよ。そう？それじゃあ、直里ちゃん、私、そろそろ図書館に行かなきゃいけないから。あ、うん。じゃあまた明日ね、まなみ。うん。じゃあね、なおりちゃん。あいつにファンか。やっほー！なおりちゃん元気？あら、みやこ、相変わらずゴシップ記事のネタ追いかけ回してんの？これが私の仕事なんだもん。まあ私には関係ないけどね。
あんまり他の人に迷惑かけんじゃないわよ。ナオリちゃんも気をつけといた方がいいかもよ。あ、何それ。私はあんたの記事になるようなネタ持ってないわよ。違うんだな。あのさ、彼って陸上大会に出たでしょ。それが関係してるのよ。あいつ？やっぱり私には関係ないじゃない。ストイックに練習に打ち込む姿、甘いマスク、その上学園最速のスプリンター、これだけ揃えば彼の本性を知らない下級生はイチコロよね。大会に出たってことでファンの子も増えたみたいだし。そういえばさっきそういう子たち見たけど。なにゃ、ナオリちゃんも大変だね。彼のこといいなって言ってる下級生増えてるみたいだから。別に私は大変じゃないわよ。そうかな。彼にしょっちゅう会いに来てるナオリちゃんとマナミちゃんは下級生の間じゃどちらかが彼女かもって疑惑があるんだよ。何バカなこと言ってんのよ。私が彼女なわけないじゃない。ふにゃ、見る目ないな。ナオリちゃん、彼ってよく見るとかっこいいんだよ。とにかく私はその彼女じゃないからね。ただの幼馴染なんだから。ふーん、でもそう思ってるのはナオリちゃんだけかもしれないよ。